ました。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの11回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはカープの先発大瀬良がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。先頭バッターを出してしまいました。昨日のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権握りたいですよね。そうですね。先制ランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。俊足のランナー走ってくるんでしょうか。さあ、先制のランナーが1塁です。バッターはソヨミ。まあここはエンドランを仕掛けていっても面白いですよね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。改めてお聞きします。バッターのソヨミどういったと。3球目打ちました。いい打球が飛んでいる。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁2塁。先発の大瀬良がバッターボックスです。まあここは自分を助けるインドのタイミングを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ、一打先制という場面を迎えています。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。次が2球目、ファウルになります。さあ、3球目は何か。低め、これは外れた。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。初球ボール。バッターボックスの菊池、今シーズン得点圏での打率は2割7分6厘となっています。まあ打順を考えるといい数字じゃないでしょうかね。ここもその勝負強さを見せてくれると思います。打ちました。セカンド取った。三塁タッチはアウト。ツーアウトランナー。返していけると試合運びに余裕が出てきますから、ここは点に結びつけておきたいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼はこういった逆境でよく打ってくれる印象がありますから、期待していいんじゃないでしょうか。内へ、これは決まった。ここからは確実に狙っていきたい。いった。完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ここ一番の集中力が光ります。1点リード、試合をひっくり返しました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。
ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インコースはどうか、低め、これは外れた。センターへ持っていった、これは大きいぞ。頭上を破っていく、ボールが抜け、セカンドランナーはホームイン、バッターランナーは二塁到達。カープ追加点を挙げました。4対2、さらにリードを広げます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。7回の裏、カープの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。バーネットが3番手としてコールされています。今画面に出ているのがセカンドの配球です。初球はボールになりました。2球目は何で来るか、打ちました。三遊間抜ける、これで4打席連続のヒット。上岡の1塁です。打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、まあ、ただの1勝じゃないですよ。まあ、相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。